わしは誰だ、私は誰だ、景清か義経か、わからぬわからぬ。今やわしと私は混然一体となって、どちらがどちらと言い切れるものではない。わしとしては口惜しい。この身、新たな景清にふさわしき器であるのに、私としては情けない。この身は半ば以上がすでに景清であるからだ。どうあれ、我らは二つで一つ、怨霊平の景清でありながら、英霊源義経としてあるちぐはぐの霊気ならば、らしきものを用意せねば。主殿、牛若です。いえ、義経です。ある程度までは。我が身の不甲斐なさ、申し訳ありません。主、ありがとうございます。九郎判官義経、感謝の念に耐えませぬ。怨霊と呼ばれるべき景清もまた同じ思いのはずです。かつては相争いましたが、兵士とて人理が失われることは望まぬはず。であれば、主殿と共に歩む日々、きっと奴にも誉れでありましょう。はい、私としてはその、特に今日という日にこうして比較的落ち着いていられるのはとても嬉しいことです。バレンタインデー、牛若たる私から聞き及んでいます。それに、ええ、弁慶やお師匠からも。ですので、こちらをあなたへ。景清としての贈り物か、義経としての贈り物か、互いに悩み悩み悩み抜き相談の末、ならば源平双方のモチーフで行くべしということになり、こういうことになった次第です。お口に合えばよいのですが。はい、それなりに日持ちしますので、今日でなくともいずれ口にしていただければ。それで、そのなぜせんべいなのか、訳をお話しいたします。景清なのです。バレンタインデーなる祭り、甘味の日なれば甘味ばかりを口にしよう。ならば塩辛いものが欲しくもなるはず。それに何よりも、わしは甘味なぞ知らぬ。みやびなる平家の御大将たちとは違い、わしは脳をかける武士に過ぎぬゆえ、あいにくとな。とのことにて、胸の内にて景清も聞いています。あ、今少しそっぽを向きました。主殿、いまだ我ら異分となりかけた平安京にて、あなたに会ったという縁を思い出すことはかないませんが、きっといつの日にか。はい、まこと我らと主殿には縁がある模様。
かけてしまったという迷惑の分も必ず働きでお返しいたします。明日にお会いする私はともすれば過激を寄りの私かもしれませんが、それでもあなたの刃となります。必ず。では我らこれよりは霊体化して見守っております。良きバレンタインデーをお過ごしください。